そうですね、勝ちきれなかった、勝ち点差を取れなかったっていうことを考えれば、全然ダメだったっていう、そういう戦いだったと思うんですけども、でも内容としてはうちらがやろうと目指しているスタイル、サッカーというのがかなり出したんじゃないかなっていうのと、あと、連戦で昨日今日っていう連戦でやる中で、選手たちは、よく走り切ったなっていう、そういうふうに思ってます。